皆さん、こんにちは。自然体で気取らない感じが好印象なことから、理想の有名人夫婦ランキングで常に上位をマークしている中里依紗さんと中尾明慶さん夫婦。テレビで見せるお互いに対しての言い分はサバサバしているように聞こえる時もありますが、根底にはお互いへの尊敬と感謝の気持ちがあふれているところもとっても素敵ですよね。そんなお二人の間には現在子供さんが一人いらっしゃるようです。お二人の子供さんだからきっとものすごく可愛いんでしょうね。また時をかける少女やホリデーラブなどに出演し、様々な役をこなす女優の中里依紗さんは2013年に結婚していますが、結婚前には大物俳優との交際が噂されていました。そこで今回は中里依紗さんと中尾明慶さんとの子供について、そして中里依紗さんの過去の恋愛遍歴について調査しましたのでご紹介します。中里依紗さんと中尾明慶さんの間には現在子供が一人いて、性別は男の子です。第一子、2013年10月4日午前1時8分に 2650g の元気な男の子が誕生。出産の時は中尾明慶さんも立ち会えたということで、第一子が誕生した際の発表の時には中尾明慶さんの公式ブログでこのように綴っていました。立ち会うことができました。自然と涙が出ました。そして彼女に感謝しました。本当に長い長い10ヶ月よく頑張ってくれました。最後の最後まで。そして生まれた新しい命、本当に母親ってすごいですね。僕はまず産んでくれた彼女と生まれてきてくれた赤ちゃんと二人に感謝の気持ちで本当にいっぱいです。実は息子さんは予定日よりも20日も早く誕生したそうで、中尾明慶さんは子供が生まれる前日、男友達を自宅に呼び出前を取ってどんちゃん騒ぎをしていたら、翌日突如陣痛が来てバタバタしたのだとか。そのため中里依紗さんから二人だけの最後の夜は出前の後片付けをして終わったと愚痴られたそうです。子供の名前については公表を差し控えたいとの意向で、誕生してから現在まで明かされていませんが、インスタグラムや YouTube で子供さんをトカゲくんと愛称で呼んでいます。そう思った人も少なからずいるようですが、二人の子供さんの名前をトカゲくんと呼んでいる理由は、 YouTube で中里依紗さんと息子さんが一日デートをするという企画の時に、今日一日だけの名前を決めてスタートしようという流れで決まったようです。トカゲを可愛がっていることからの、なんとなくの流れで決まったようですね。本当は YouTube のためのその日一日だけのニックネームだったのですが、そのまま息子くんの名前はトカゲくんになりました。おしどり夫婦として知られ、本当に仲が良い中尾明慶さんと中里依紗さん、子供さんがすごく大好きなようなので、二人目の子供がいそうなイメージなだけに、なぜ一人っ子で二人目を作らないのかなと不思議に感じている人も少なくないようです。中里依紗さんは自身の YouTube チャンネルで、子供はなぜ一人なのですかと質問をされた際、なんでトカゲくん可愛いじゃん、忙しいですと明るく答えていました。一方で中里依紗さんは嘔吐恐怖症であることを明かしているので、何か関連しているのではないかと思っている人も多いようです。嘔吐恐怖症とは、嘔吐に対する恐怖心から吐くことができない病気らしく、人によっては吐いたらどうしようと不安になって食事や外出ができなくなる人もいるそうです。中里依紗さんは第一子の時はおめでたこんで、妊娠中も視力低下を引き起こす中心性小液性脈絡網膜症と診断されたりと、いろいろ体調が優れないことが多かったことから、二人目を作ることは体の面から辛いのかもしれませんね。中里依紗さんは嘔吐が怖くてお酒も飲めないほどなのだとか。中里依紗さんの言う通り、子供についてはトカゲくんが可愛いから二人目は考えなくても良いですね。いつも天真爛漫の見えない部分ではそういった背景もあったとは知りませんでした。包み隠さずお話されている姿もすごくかっこいいですね。 YouTube で見る中里依紗さんとトカゲくんの日常はいつもはちゃめちゃで遊びが詰まって楽しいという感じなのですが、一方で中尾明慶さんとトカゲくんの日常が真逆で、なんだかシュール
その違いがかえって面白いのです。どんなエピソードがあるのかご紹介しますね。子供とのエピソード1、パパをニート扱い。ある日の日曜日、子供と2人でお出かけした中尾明義さん。久しぶりに日曜日、子供と2人でゆっくり出かけられて嬉しそうな中尾明義さんに対し、トカゲくんは、息子、ママにレース見てもらいたかったな。中尾さん、俺が見てたじゃん。パパに見せたいとかないの？息子、ない。だってさ、ママはお仕事あるけどパパはいつもいると。まさかのニート扱い。子供とのエピソード。中尾さんのお誕生日の日は男同士でシュールご飯。中尾明義さんの34歳のお誕生日の日は、妻の中リーサさんはお仕事だったのですが、前日からお誕生日なのに一緒にいられなくてごめんねと言ってくれていた優しい奥さん。結婚して9年経過した今でも、旦那さんの誕生日を祝ってあげたいと思ってくれていることがすごく嬉しいと、中尾明義さんは素直な気持ちを言っていました。本当にずっと変わらず仲良しで素敵な夫婦ですね。トカゲくんは学校から帰ってきて第一声が、お誕生日おめでとうと言ってくれたそうです。子供とのエピソード3チャンネル登録でパパをねぎらう息子。昨今精力的に YouTube を頑張っている中尾明義さん。この日の動画撮影は計画通りにはいかず、なんだかグダグダになってしまったことから、動画の企画関係なく雑談を始めた中尾明義さんと吉木から YouTube を始める前から YouTube やりたいって言っていたけど、俺がいなかったらやってなかったの？と聞かれた中尾明義さんは、楽しくできるならやりたいと思って吉木を誘ったと、 YouTube にかける熱い思いを2人で話していました。こういう素の中尾明義さんが見れるのはいいですね。一生懸命で応援したくなってしまいます。そしてその思いが募り、画面に向かって、だからお願いします、これからも面白い動画を上げていきますから、と視聴者にお願いトークで締めようとした瞬間、トカゲくんが、ちょっとパパさ、自分のチャンネル登録数見てて。数分経過、なんとトカゲくんは中尾明義さんのチャンネルをずっと登録してくれていなかったのですが、1年半かけてようやく登録してくれたようです。中リーサさんの動画は当然面白いのですが、合わせて中尾明義さんの YouTube を見るとさらにシュールに感じるから楽しいですし、何よりもトカゲくんが面白いのです。おしどり夫婦な上に家族みんなが仲良くしていて微笑ましいですよね。続いて中リーサさんはなんと結婚前に大物俳優と交際が噂されていました。その真相は一体何なのでしょうか。紹介していきます。2013年に結婚した中リーサさんでは、これまでに交際が噂された男性の数は決して多くありませんが、 SNS で公開喧嘩や略奪愛などインパクトがあるものばかりです。噂によると中リーサさんは見た目のさっぱりしたイメージとは異なり、中身は恋愛体質でいつでも恋人の隣にいたいというタイプなんだそうです。そんな中リーサさんだからこそ男性にモテるのかもしれませんね。中リーサさんと交際が噂された男性を紹介します。中リーサの歴代彼氏、浅野忠信。中リーサさんと噂になった男性1人目は俳優の浅野忠信さんです。中リーサさんと浅野忠信さんは2012年に週刊誌によって交際が発覚しました。2人は大阪南の繁華街で手つなぎデートをし、路上で堂々ハグをしていたところを写真に撮られてしまったのです。交際報道に対し浅野忠信さんは、仲良くさせてもらっていると中リーサさんとの交際について認めるような発言をしていましたが、中リーサさんはコメントしませんでした。交際が明らかになった2人はお互いの SNS でツーショット写真は公開しないものの、同じ場所にいることを匂わせる発信をし、ラブラブであることをアピールしていました。中リーサさんと浅野忠信さんはドラマや映画で共演したことはありませんでしたが、浅野忠信さんの元カノであるダイアナ千秋さんが中リーサさんと幼なじみだったため、知り合い交際に発展したそうです。中リーサさんは浅野忠信さんにぞっこんで結婚も意識していたそうですが、浅野忠信さんは離婚歴があることから結婚にはあまり乗り気ではなかったといいます。そんな浅野忠信さんの態度に気持ちが冷めてしまった中リーサさんは、
私じゃなくてもいいんじゃないと SNS に書き込み、それに答えるように浅野忠信さんも、俺結婚するなんて言ったっけと発信し、この二人のやり取りが話題になりました。その後、性格の不一致とお互い仕事が多忙だったという理由で二人は破局してしまったのです。仲里依紗の歴代彼氏松本潤、仲里依紗さんと噂になった男性二人目は嵐の松本潤さんです。2012年に放送されたドラマラッキーセブンで共演した二人が週刊誌に報じられたことで交際しているという噂が流れるようになりましたが、週刊誌に撮られた写真はドラマの撮影のものでした。仲里依紗さんと松本潤さんがプライベートで親しくしていたという情報はないため、交際はしていなかったようです。仲里依紗の歴代彼氏中尾明義、仲里依紗さんと噂になった男性3人目は俳優の中尾明義さんです。2012年11月、週刊誌が2人の交際を報じました。2人は2010年に公開された映画時をかける少女で知り合い、2012年に放送されたドラマ鶴亀助産院で交際に発展しました。中尾明義さんは当時周囲に仲里依紗さんとの交際を否定していたそうですが、交際報道の4ヶ月後に結婚を発表しています。中尾明義さんは仲里依紗さんと交際するまで付き合っていた女性がいましたが、仲里依紗さんが現れてから別れを切り出したそうです。実際に中尾明義さんが二股をしていたのかは分かりませんが、仲里依紗さんが略奪したのではないかという噂がありました。そんな二人ですが、現在はイベントなどで夫婦共演をしたり、お互いの SNS でツーショット写真を公開したりと仲睦まじい様子がうかがえます。いかがでしたか？今回は仲里依紗さんと中尾明義さんのお子さんについてと、仲里依紗さんの過去の恋愛遍歴について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。